レザーより強いのやめてくれ。いや、レザーよりとフレミネどっちが強いかって話。いや、さすがにフレミネの方が星座強いから、いや、フレミネの方が確かにレザーより強いとは思うねんけど、でも、レザーがじゃあフレミネの介護官かって言われたらんなことはないね。レザーはドラゴンストライクができるから、ジャンプして、倍率 400% の落下攻撃がバーンって出せるから、まあそのドラゴンストライク使えばね、ペールス、さすがにちょっとペールスのダメージちょっとでかいので、そこは勝てませんが、うん、まあまあ、なんかドラゴンストライク使っていけば、まあ別に火力差そんなあるとは思わないけどな。うん。レザーはもうレザーとフレミネでレザーの強さをちょっと主張するならドラゴンストライク必須になってきてるけど、でもレザーも負けてないと思うな。てかね、ちょっと3凸？いや5凸か。爪の添付レベルじゃなくて、ここ通常攻撃のレベルにしてほしいですね。無理かな？ちょっとフォンテーヌからね、通常攻撃のレベルが上がる星座が解禁されたじゃないですか。こうなってきたら、あ、そうね、宵宮とか、関羽とか、荒滝の星座だってちょっと通常攻撃上げてもいいのにって思っちゃいますよね。そこはなんかいつかやってほしいな。宵宮は通常攻撃めっちゃ打ちまくるキャラなんで、5凸で爆発なんか使わないから、どうせしめ縄で使ってたら爆発なんて歌わないんで、ここも通常攻撃に変えちゃったり、宵宮もね。荒滝もね、銃撃メインだし、蝶様も落下メインだったりするから、うん。蝶様もそうね、爆発のレベルじゃなくて、通常攻撃のレベル上がってくれれば落下強くなるし、荒滝はまあ、そうか、まあでも荒滝も強くしていいか、もう強くしちゃいましょう。関羽もスキルの添付レベルなんか上げずに銃撃上げちゃえばいいんですけどね、うん、ちょっとここら辺はいつか修正来てもいいんじゃないかなと思っちゃったりします。フレミネとリネ見てると。うん、いいね。初期の方のキャラ、いや一番キャラ調整するべきはやっぱナナちゃんバーバラノエルじゃない？ナナちゃんバーバラノエルでちょっと元素粒子作れるようにしてほしい。頭が変になってる。お、これルーカ？うまっ。ライアニスト久しぶりに来た。あ、僕と喋んなくなる。みんな静かになってる。すごっ。めっちゃうまいな、ルーの歌。これ人活簿の曲に設定してる。すごい。セノいつの間にそんな練習してたんだ。ちょっと人間アピールしてもいいのよ。セノが弾いてんのじわるね。うまー。やばっ、ようやるわ。それでも私ライアーで何の曲も弾けへんからな。セノは音楽家マハマトラ、音楽家マハマトラだったルーの曲好きな人多いっすね。あれは名曲やからな。でもあんま鶴見のストーリー覚えてないんやけどな。セノお願いします。よければナナも少し。セノこそが正義。セノ武器赤さの杖。決めき4。47点。まあ、攻撃セノで入れていいのかっていうのはあるけど、まあ、入れるか。47.3、熟知23。いいね。羽。ああ、そうそう。セノ使ってるときはこういう生物がね、全然当たりになります。セノは原茶も欲しいし、会心も欲しいし、熟知も欲しいし。ね、私もね、なんかこういう熟知伸びたり、原茶伸びたりしてるやつつけてるね。これ結構あり。時計。熟知時計。23.1 の原茶チャーティチ。いいですね。原茶セノは特に、もう原茶ほんまに50とか、まあ、パーティー編成にもよるんですけど、原茶マシマシにしとかないと爆発マジで回んなくて、もう全然使えないので、荒滝とか、荒滝はさ、まだ爆発なくてもさ、スキルで火力出たり、銃撃ブンブンが火力出たり、翔様も爆発なくても、スキルで火力出たりします。でも、セノに関しては、もう爆発使わないと割とどうしようもないから、セノは原茶結構いるんよね。うん。まあ回るなら別に原茶低くてもいいんですけどね。杯、雷バフ。うちよ 40.4、熟知16。冠。24.8、原茶 17.5、攻撃 5.8。いいね。原茶ちゃんと意識できてる。熟知高いです。金メッキ4なので、熟知500いくし、爆発切ったらさらに熟知100上がって600いきます。熟知高め。で、率ダメ高い、原茶も140ある。強くね私の背の率90、ダメ180、原茶140ぐらいだから、会心ダメージで40ぐらい負けてるのよね。で、熟知の量も負けてる気がする。お主、ちょっと、生物強いな。花がいいのもあるし、杯の 40.4 熟知16ずるいな。あ、はい、そうです。セノ使うときは、セノがあんまね、評価高くない理由があります。まずそもそもあんま火力出ません。二突して、セノちょっとダメバフ不足気味で、生産が二突してね、雷バフが 50% 入るようになると、まあ激化とかですごい火力出るようになるんですけど、まあ二突して、なんか初めて火力出せるキャラで、まあ、二突しては強いんですけど、二突してはちょっときついのよ。うん。だから二突してほしいし。で、かつ、原茶もないと困るから、セノはちょっと難しいよね、使いこなすの。二突してて偉いわ。二突して、金メッキ4セット持たせて、赤さの杖がね、まあ、セノを強く使っていくためには結構欲しくなるので、まあ、特に二突金メッキとかかな。まあ、偉いわ、マジで。トリプルクラウン。少し慣れないな。私以上のセノの使い手じゃない?やばいな。無駄のない生物を目指しました。無駄がない、マジで。伸びてる数値がな、熟知とかね。まあ、原茶もここ出たらいいね。マジ無駄がないっす。素晴らしい。7も少し。レベル77。これテンプレベル777じゃない?テンプレベル777。レベル77。笛の剣、レベル77。もう得て。生物。おお、生物は、スコア、物理バフの、22.4、何本だこれ。49.4 かな ?4.2、46点。違う。24.2、46点。51.4! ちょっと 22.5、27.2。お、50.4 だね。スコア50超え物理バフだ。やば。スコア50超えだし、会心だけで 44.7 あんのやばくない？この杯やばいな。エウルアとか、レザーとか、物理アタッカーに戻せたい。ナナちゃんがなんで持ってるかわからんけど。仕事の後の酒は最高だ。テンプレベル777の、武器77の。まあ、レベル77はいいっすね。だからこれ探索連れていけないよね。探索連れ回してるといつかレベル78になっちゃうから。うん。7押しだった。ちなみに好感度も7です。もう得て。そうか。じゃあもうデイリーミッションも一緒にやれないじゃん、じゃあ。まあいいか。うん。いいね。良いこだわりやな。うん、ライデン将軍かナヒーダでお願いします。はい。ドルフィンさん。まあ両方見るか。放浪者大チュキ。いっぱいチュキ。武器。漁獲。精錬5。私もちょんちやるわ、今度漁獲精錬5。で、絶縁4。スコア 33.4。現状 5.2。羽。いい、あ、51.5 だ。やば。会心だけでも 42.8 あります。原茶時計 31.8。強いね。攻撃杯 41.2。会心高いね。冠。はっ !35 原茶 10.4。これでまず漁獲も込みで、率 12% 上がるって考えると、まず漁獲なくても会心えぐいね。まあ、来年60、120が目安で、まあ、頑張った人は65、130。で、私は70、140まで上げてるんですが、この人73、159だし、漁獲込みで85、160だから、はい。で、原茶も265あるし、攻撃力も低くない。攻撃力高くない?漁獲で。これすごいわ。強。で、生産無凸。あ、無凸か。で、添付レベルが680。なるほど。生物、お主、もう化け物みたいに強いので。なんかこのライデンめちゃくちゃ2凸3凸させて武器草薙持たせてあげたいけどな。ライデンよっぽど好きなんだな。いいっすね。うん。で、ナヒか。ナヒが、ライデンとナヒって言ってたな。ライデンとナヒーダでお願いします。はい。武器1000や。生物、森林4。うん、まあ、ナヒーダはやっぱり森林4持たせたいっすね。金メッキ4でもいいんですけど。まあ、ナヒーダが一番スキル当てやすいので、裏からでも。38.8。32.6。熟知付き。熟知時計。14.8。まあまあまあ。伸びしろはあるかな、でも。杯。草バフ。37.3。まあ、攻撃はナヒーダだし入れないでおくわ。冠。熟知冠。あ、強っ !42.8 熟知。冠が一番強いかな、熟知冠 42.8 は。で、スコアが、回線がステータスこんな感じですね。47。熟知769あるから、ナヒーダの固有添付で、0.3 倍だから27%。開始率74、開始ダメ132かな。逸ダメも高い、熟知も高い。星座は、あ、2ゾスしてる。添付レベルは67。スキル王冠当てます。このナヒナヒも強いね。いいね。やばい、ちょ、水飲みすぎた。ちょ、マジちょ、トイレ近づけて、トイレ行っていいですか、また。すぐ戻ります。やべえ。トイレの元素茶効率 40% だわ。原茶効率 200% ぐらいありそう。いや、水飲みすぎた。なんか、2リットルの天然水のうち1リットルなくなってるんよ、今日の配信で。配信中めっちゃ水飲むからさ、いっぱい喋るから。トイレ近くなってた。いつの間にこんな飲んだ？いや、今日開けたのにな。1リットルじゃないな。コップ1杯の水飲んで、新しく1リットル開けたから、1.3 リットルぐらい飲んでる。今日の配信で。やばい。うん、はい。いいライデンとナヒだと思いました。素晴らしいっす。続いて、ハチさん。きなりくんか、厳選開始の読みをお願いします。はい。厳選開始ね。きなり。武器。あ、狩人持ってるんや。狩人これいつ復刻くるんや。狩人ピックアップ、1年来てないよね。きなりが 3.0 って考えたら、4.0 で復刻来なかったら、まあ 4.0 で1年だから、の武器ももはや伝説の武器になってる。きなり強く使っていきたいのに狩人ない人たちはどうすればいいんだ。復刻するタイミングも、ねえよな。ねえな。これからリネ、フレミネ、で、あとフォンテーヌ組が出てく中で、狩人の道ねじ込めるかね。きなりは復刻しないしね、しかも。やばいな。なんかもう武器の復刻、もうどうしようもない気がする。狩人は工場に入れる？いや、この武器工場ガチャに入れてあげた方がいいとは思うねんけど、そうすると、武器ガチャで頑張って引いた人が納得できないから、なんか、参ったね、これは。武器のピックアップの回数増やしていかないと。きなり金武器もありです。少し慣れないな。31.8。まあ、攻撃は、まあ、入れてもいいんですけど、入れないでおくわ。まあ、きなり攻撃の価値はちょっと低いんでね。熟知の方が大事で。37.3。熟知時計。熟知、この時計は伸びしろやね。17.9 よりは、あ、時計。まあ、熟知時計の時点ですごいけどな。草バフ坂月。11.7、熟知54。うん、強いと思います。冠が 27.2、熟知58。ということで。まあ、金メッキ4が発動したら熟知528いくし、まあ、熟知めちゃくちゃ高いから、熟知めちゃくちゃ高くてカーリュードの道のおかげで、まあ、ダメージアップがめっちゃ入って、かなりの火力出ますね。率ダメも高い。うん。一突するときなりは銃撃の回心率 15% 上がるんで、まあ、率89、ダメ186ということで、完璧やな。ドリうるせえ。で、きなりは、添付レベルの優先順位は、まあ一応なんだ。まあ、銃撃爆発スキルか、優先順位的には。ただ、結局、激化反応のダメージアップとか、狩人の道の効果で結構火力出していく感じのキャラになるので、添付レベルの優先順位、添付レベルそこまでがっつり上げなくていいです。なんやけど、トリプルクラウンナーは、愛やね。良いね。で、厳選開始の良い意味やね。まあ、狩人の道引いといてよかったな、マジで。平井やな。平井よいみや、生物。しめ縄剣闘士。うむふ。まあ、しめ剣もよいみや。しめ縄4の方がやっぱ理想やけど、まあ、つなぎならなくはない。31.2。羽。50.5。はぁ。時計。50.5 剣闘士羽、羨ましすぎる。攻撃時計。7.8。高月、炎バフ。炎バフ 30.2。で、冠が 23.1 か。なるほど、なるほど。いいと思います。ただあれやね、締め剣よりは絶対読みは締め縄4の方がいいから、攻撃力 18% 犠牲にして通常バフ 50% なんてえぐいんで、まあ締め縄4揃えたいです。ただなんか、時計とか見た感じ、まだまだ厳選が追いついてないと思うので、まあ絶縁締め縄こもり続けて、まあ、そしたらそのうちいいの出ると思うから、うん。あとワンチャン締め縄もね、精鋭箱来る可能性が本店内で結構あるので、まあ、それに期待しましょう。テンプレベルは111。マジで育成始めたとこなんやな。まあ、通常とスキル両方とも。まあ、最低でも8は欲しいっす。8、8、1とかでいいので。まあ、両方ともぜひ上げてあげてください。うん。私はヨイミはダブルクラウンにしました。うん。ヨイミは実装当初弱いとか言われててんな。マジで、あれに関しては、ちょっと許せねえとは思うねんけど。ヨイミは強いです、実際。ただ、実装当初ね。まあ、最適な武器、飛来の名言とか、急増もちょっと武器の難易度ちょっと高いか。で、実装当時多分段級ヨイミヤが多分開発されてなかったんだよな。ヨイミヤにベネット組み合わせて段級で強いよってのが開発されてなかったのと。で、あと、あれやね。テンプレベルをね、ちゃんと通常もスキルも両方ちゃんと上げきれてる人があんまいなかったから、なんかヨイミヤ実装当初は弱いって言われてたんですけど、まあ今は全然その声も聞かないです。懐かしい。中国のね、公式生放送をね、昔私同時視聴配信してたんですけど、そこで中国語で、ヨイミヤ強化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 とか騒がれてたのを今でも思い出すわ。な感じです。あ、すまん。BGM 忘れてた。前回、金メッキでもいいとアドバイスいただいたので、金メッキで組んでみました。なるほどね。まあ、ティナリ君は、そうだね、まあ、楽団4が理想ではあるのかな。熟知80とダメバフ 35% やっぱえぐいから。ティナリも、熟知が火力につながるキャラだし、であと、熟知がダメージバフに変換されるこういうテンプもあるので、草木精通かな。熟知1000あればダメバフ 60% まで変換されるので、うん。まあ、それも込みで、まあ、ティナリ全然金メッキ4もありなので、全然いいです。強いと思います。さつきさん、どの子でも大丈夫です。アドバイスください。欲しいものリスト。天空の翼。強い岩バフ咲かず。せっかく。なんかアマゾンの欲しいものリストみたいやん。天空の翼。あ、じゃあちょっと買ってあげるか、みたいな。荒滝使いたいんかな。石角。いや。ノエルか石角と強い岩バフって。まあいいや。どの子でもいい。アドバイスください。どの子でもいいです。じゃあまあ、込めてる愛情で決めよう。トリプルクラウン、ココミンすごいな。トリプルクラウン、九条すごいな。ダブルクラウン、平蔵。898、990、118、8411、254。ちょっとなんか、まあ、ココミントリプルクラウンと、まあ、特に九条トリプルクラウンがすごい珍しい気がする。ちょっと2人見ますか。サイレイココミンめちゃくちゃいいと思います。クラゲの置き直しができるので。クラゲの置き直しはマジで。ココミンクールタイムちょっと長いから20秒で。まあ、クラゲちょっと場所変えたいなって時に祭礼かなりありがたい。であとカイカパだったら熟知が上がるので、これもいい。海染め4。まあ、HP と原茶が大事です。HP22.1、原茶。おお。あね。HP15.7。HP 時計、原茶 16.2。おお。HP 杯、原茶22。おお。治療バフ冠、HP15.2。おお。めっちゃ頑張ったけど、このココミンめっちゃ使えそうやな。だって、まあ、武器が、HP が上がる武器じゃなくてサイレンなんですよ。だから、なんか竜殺しとか、金箔とかに比べたら HP の量少ないんだけど、それなのに4万近い HP。で、原茶が 155% あるので、爆発も分も合わせて。で、もともと、さらにサイレンなんで、まあ、クラゲ置き直しができるから、まあ、それでさらに水源の処理し手に入れやすいってのもあるから、もうめっちゃいいココミンだな。使いやすそう。使いやすそう、めちゃくちゃ。で、トリプルクラウン。うわー、すごい。生物厳選めっちゃ頑張りましたね。HP と原茶に、ここまで振り切ったものを頑張るのは、冠とかも、素晴らしいと思います。いいね。じゃ、九条も見ましょう。武器。これ読み方なんて読むんだろう。なんとか雲の月。これは確かに天空の翼欲しいですね。九条は、自分の、基礎攻撃力の分だけ味方に攻撃力配れるので、まあ、基礎攻撃力なるべく高い武器が欲しいです。で、基礎攻撃力が一番高い弓矢は天空の翼だけかな。674天空の翼、608終焉弓、東極の剥製かな。608アモスも608か。嫌いの名言も608やね。で542が弱水ですね、うん、という感じで基礎攻撃、弓矢の基礎攻撃力全部頭に入ってるんですけど、まあ、674が天空の翼だけなんで、まあ、九条の攻撃力上げる量を大きくしたかったらやっぱ天空の翼欲しいね。うん、生物はあ、雷のような怒りなんや。お、ちょっと珍しいな。なくはないがね。花これ 42.9 羽 33.4 時計攻撃時計 35.0 杯雷バフ 20.2。 うん、まあ原茶欲しいね。うん、まあ悪くはない。冠 34.2 原茶。うん、いや冠も強いじゃん。杯冠いいな。なるほどなるほど。まあ貫突で貫突じゃないわ、貫突しててトリプルクラウンしてて火力出していきたいんでしょうね。なるほどな。まあ、会心問題は、まあ、天空の翼があれば解決するわね。そうね、まあ、二重で欲しいな。会心も欲しいし、基礎攻撃力欲しいから、やっぱ天空欲しいのと。原茶欲しくないっすか九条。九条サラは、元素爆発が80属でかなり重いです。でスキルも雷元素粒子がいっぱい作れるわけじゃないから。うん、やっぱなんか、そうね、原茶が欲しい。私は九条の一番究極の方は、まあ、武器が天空の翼ね、まあ、生物は爆発を回すための絶縁4 で時計原茶で、杯は雷バフですね。うん、これが全然いいと思う。自分の攻撃力を自分のスキルでバフできるので、まあ、攻撃杯じゃなくて、もう時計原茶杯雷バフで攻撃力は自分のスキルで盛る。で冠はまあ会心でいいと思うな。まあいつダメでが一番強いと思うけどな。うん、全然お主の雷4セット強いので全然火力出せると思いますが、まあ武器やね、天賦のね、この未講義かな、読み方合ってるかな、これもチーム全員のエネルギーを回復できる効果なんですが、まあ、これも九条の原茶が高ければ高いほど強いので、まあ、九条のパッシブ、こういう天賦生かすって意味でも原茶はあった方がいいかな。まあとりあえず武器やな。武器のこのなんとか雲の月、どうなんだろうな。まあ、なくはないか。まあ、でもレベル70はいずれにしてせよ基礎攻撃力低いっていう意味でも良くないので、まあ、レベル上げましょう。な感じかな。アドバイスするとしたらこんなとこでしょうか。装備はアタッカーにしたい。アタッカーだったら、まあじゃあ雷剣闘士とか、雷絶縁とかになるのかな。4セットまではいるかな。九条ってスキルのクールタイム何秒だったっけ？スキルクールタイム10秒ぐらいじゃなかったっけ？そうだよね、10秒だよね、スキルクールタイム。1秒減らしてもな。雷4セットにこだわる必要はないな。雷2、絶縁2とか、雷剣闘士とかでいいと思いますよ。うん、あんま4セット効果で10秒を1秒に減らして9秒にしても、なんかあんま、ここまで価値を感じないので。うん、だね。無理して4セット組むんじゃなくて、この冠とかクソ強いから、この冠は大事にしよう。この冠と、まあ、杯。まあ、冠プラスなんか2セット維持して、それで使うのがいいかな。